おはようございます、親方様。おはようございます。ということでバレンタインのあれは終わっちゃいましたね。今日も水面は穏やかですね。で今ですね、てーい900回まで行きました。ここら辺はちょっと改築するようにとりあえずで並べただけなんで気にしないでください、この肉だらけで。もってもね、新しいイベントが始まりましたね。探索とお仕事頑張ります。大精霊の森と、このイベントはですね、この前やった修復のあれ系です。レイドボスを倒して、で倒し終わったらなんか出てくるからそれを修復しましょうっていうやつですね。とりあえずやっていこう。最初の方のレベル低いあたりなんで、普段使わないやつらとかもふんだんにまずは使っていきたいね。結構みんな上がってきたね。やっぱ修練のあれのおかげだな。戦いは終わりました。はい、そして相変わらず一度に行こうとかペシンってなるとちょっとうるさいですね。ヘッドホン、俺ちょうど今ヘッドホンをしてるんでダメージがかなりくるんだよ。満足させるがいい。期待してるぜ。でですね、この前の天竺、お、なんだこのスライム、かわいい。あ、そしてうるさい。戦いは終わりました。この前の天竺なんですけども、ダメでした。動画でやった以上の戦果はありませんでした。あれなんだよ、夜はね、3までクリアできたんだけども、昼じゃない、夕方の2の、あそこが確かね、ランクが85。あれがね、ギリギリクリアできなくて、あそこをクリアしないと、そのお城に行けないんですよ。2個目の中小の方の2つ目のお城っていう方があるんですけど、そちらに入ることができないと。戦いは終わりました。そこに入れたらね、そこのお城の3つ目にあのイベントだけでの限定盾姫がいたんですけども、お釈迦様はね、なんだっけ、黄金鏡の方で5万で出るっちゃ出るんで。でもさ、どうせなんだろう、しばらく経ったら建造落ちというか捕獲落ちかするとは思うんで、多分黄金鏡の5万のあたりとかに入るとは思うんで、それを待ってようかなと。なんだかんだね、その昔手に入れなかったやつとかも新しいイベントで手に入るようになったりするしね。そしてこの感じだと楽勝だな。いけ、クラブシェル、ミニアソーガ、デモリションマシン、ドラグライン、おばさん。この分だと、このパーティーだったら、まあ4回ぐらいあればいけそうだね。うりゃ、集中。まずは何だろう、とりあえずクリアするだけだったら、どうせレイドボスだからもう強いやつら連れてきてもいいんだけども、たまにはね、こうやって気分転換で新しい子たちを入れてあげたい。で今ニパコはね、レベル上げ中。ニパコを連れてのイベントとかもあるんで、イベントっていうかあれか、任務で 44% やつけたと。じゃああと2回やりましょう。世界が混沌に包まれる日もそう遠くないだろう。争いたくないですね。さあやってやんなさい、もう一発。無様だな。位置を下げて、開始さん、これでいったでしょう。あ、いってない。いつも逆だな。うわー、いけないかもの時はいけるからな、うちは。水流の力で。いけ、トライデント。全ての敵が消えたようだ。全ての敵が消えたようだって聞こえるんだよな。私がインパクト、おばさん。そんなの当然の結果じゃない。そしていつもの聖なる効果、探索終了。これで2個目が開かれる。親方様、ただいま。なんとかの分かれ道。お兄ちゃん、あまり見ちゃ恥ずかしいよ。ヘクションと、この子が誰だかお分かりでしょうか。この子はあの子です。ガシャン、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 ガシャーンと、デモリションマシンちゃんでしたと。お風呂シーンもね、なんだろう、
もっと見せてもいいんだけども、狙った子を見せられるってことはそうそうないからな。 できればその第一浴場の親方様のエッチだってさ、こちら辺とかさ全然湯気取ってないから、これじゃあ面白くないでしょ。何してるの、早く出てって。うわー、若菜の死ぬの。ダメだよ、ここは女の子が水を吸収するところなんだから。何してるの、早く出てって。なんだ、そんなに私と入りたいの。仕方ないな、それじゃあ少しだけだよ。やったー、ウェーと。何を言おうとしたっけ。そうだなかなか見せてなかったねっていう、そういう話です。特にデモリションは進化させる前にちゃんと見せておきたかったなと思って、みんなに紹介しておきたかったんだ、デモリションマシンのお風呂シーン。頑張ります。2つ目もちょっといっちゃおうか。こっちを狙って修復するってのも大事なんだけども、とりあえずボスを倒しちゃおう。こうなったらここにいるやつらみんな。さあボス、おや褐色レディ、目つきがちょっとちょっと怖いですな。しかしボスは結構使いまま、ゲフンゲフン。うん、まあ大体一緒な感じになっちゃうよなと。つばつけときゃ治るだろう。でもちょっとなんだろう、なんだろう、何が足りないんだろう俺たわっていうと、あのいろいろ足りないものが出てくるは出てくるんだろうけども、攻撃したくないけど、なんだろうな、つまんなくないんだけども何かが惜しいんだよな。次はどうするのだ、なんだろう。今なら間に合います。うむ、お船と決定的に俺の中ではね違うのが、あのロスとしてもそこまで心が苦しくないっていう、この前も話したけども、全くこの前と同じ話になっちゃうけども、ロスとしてもあーしまった、やっちまった、まあ2人目を手に入れてまたレベル上げようってなるんだけども、お船の方はさ何回かやってしまった時あったけども、もうなんだろう絶望でしかないからね。何の違いなんだろうな。そんなの当然の結果じゃない。ということでちょっと雑談になりましたけども、また何回か繰り返してボスを倒しましょう。休息は大事です。ちょっとお風呂を見るか。お親方様、おブラシちゃん、どうしてこのような場所にいるのですか。そりゃあここが私の執務室だからな。私が上がってからにしてもらえないですか。お前のブラシで洗ってやろうか、ガシガシと。 お体を洗う、あまりジロジロと見ないでください。ちょっとねもう一段階あるけども、第一でもこんぐらいまでしかまだやってなくてね、そこら辺は勘弁な。お親方様に素の私を見られるなんてとても恥ずかしいです。やったぜ。よく来たな、一緒に風呂入るか。なんかさっきのと比べてしまうとすごい黙々すぎるね。もうごめんね、何も見えなくて。ここで飲むエーテルはまた格別だろうな。お、飲ませてやろうか。昔っから野郎に囲まれてきたんだ、別に今さら何とも思わねえさ。この金さえ払えば親方の体を隅々まで洗ってやるぜ。マジか、どんなお店だよ。何やってるのよそんなところで。あらあら、クラムシェルちゃん、君こそ何やってるんだい私の部屋で。 このバカ兵隊、絶対許さないんだから。 このバカ兵隊、 お風呂から上がったらあんたの体食いちぎってやろう。はあ、食われる。尻尾どうくっついてんだろうね。どっから生えてんのかな、やっぱあのね尾低骨のあそこら辺からなんだろうけど、かなり太いじゃないですかねえ。友人の私があんたなんかに裸を見られるなんて。友人がちょっと友人に聞こえるね。友達、確かに友達、お前と俺友達。行くぜラストアタック。さっきの戦いで、一つ前の戦いでね、ギリギリ削りきれなかったっていう惜しいやつ、こんなもんだろ、こんなもんだろって。さっきの見てたぞお前たちが、あと一歩いけなかったところ、このくらい
どうってことまあいいだろう。とりあえず2つ目をクリア。これでここの修復も可能になります。今帰還したわ。おかえり。さっきはあんなこと言ったけども、一応ね、頑張ってくれたからお詫びにエテルあげるよ。親方、今日はあたいの飲みに付き合え。いい顔。これはいい顔ですね。あ、帰還にしないと。人暴れしてくるぜ。酒を飲んで人暴れか。へへ、もう一杯だけ。一杯ってレベルじゃないんだろうな。へへ、もう一杯だけ。へへ、もうあれ。へへ、祭りの後のエーテルは最高だぜ。へへ、もう一祭りの後のエーテルは最高だぜ。こいつ何杯飲むつもりだ。なんだ親方、そんな見たってこいつはやらねえぞ。なんかさ、タデ姫たちさ、うっすらこのグニョングニョンと動いてるじゃん。で、今あのここら辺をすごい凝視してたんですけども、はあ、おっぱいが迫ってくるって思ってね、ちょっと変な錯覚を起こしました。あ、なんでもないです。今のは忘れてください。でもって進化させてあげましょう。このブームで城壁だってぶっ飛ばしてやる。すげえ、キャノン砲だよなこれ。絶対こっから何か発射するでしょう。さてと、体でも鍛えてくっか。もう鍛える余地ないんじゃないんですか。もうあなた兵器の力で十分ですよ。さてと、なあ、早く探索に連れてってくれよ。まあ待てって。今なら竜神や魔神が相手でも負ける気がしねえぜ。今、ん？あ？なんか言ったかって、二人がピクピクってしたと思うぞ。ホイールクレーンから、ラフテレーンクレーン。あたいはラフテレーンクレーンってんだ。少し名前が長くなっちまったから、ラフターって呼んでくれ。前とあんまし変わってねえが、タイヤが大きくなって走行性能が高くなってるぜ。それと、前よりでかくなってるからな。どこがブームに敵なしだぜ。どこがでかくなってるんですか。すげえ。タイヤがでかくなってる。これ移動するときと、これ寝っ転がった状態でってことかな。それか、足を伸ばした状態で、でこれは同じように担いで。かっこいいな。クラムシェルニー、クラエ。うわすげえ、なんか落ち着かない感じになってきたかも。あれか、ちょっと精神的なものが崩れてくると、この倉庫もボロボロボロって崩れてくるのか。いいですね。もうちょい頑張ろうぜ。もうちょい頑張れば。あ、いや、なんでもないです。はあ、なんで私あいつのこととなるとすぐムキになるんだろう。俺のことかい。わかりやすいな。やめ。後で覚えてなさい。ああ、後でわしの部屋に行きなさい。わしの部屋に来るんじゃ。わしの部屋で進化じゃ。なんて優しい親方。潜水電動油圧式クラムシェル。それが私のマナよ。長いね。なんとかなんとか。友人の真の力たっぷり見せてやるわ。セリフも長かった。なんとかなんとか油圧式クラムシェルだっけ。友人の私と一緒にいられること感謝しなさいよ。はい。友人のあんたのこと少しは認めてやってるんだから、おお、ちゃんとしなさいよ。改良してやったらなんか好感度ゲージも上がったか。あ、そこを動かないでよ。あんたを食べにくくなるから。こいつは食おうとしてるのか。俺を食料として好きとみなしている。竜神クラムシェル。竜神王懸垂電動油圧式クラムシェル。私の真の名前は懸垂電動油圧式クラムシェルよ。油圧ユニットをバケット本体に内蔵することにより最大深度120m、最大壁圧 2400mm までの工事ができるようになったのよ。おお、なんかすごいな。もうガッチガチやないか。まだ進むんだね。いいぜ。そうこなくちゃ。さあ、モンスターボール発見と思いきや、これは
修復すべき対象でした。はい、治りまーす。お手伝いをお願いします。やったぜ。あれ終了ですか。精霊パワーがみなぎってきたぞ。ストレッチじゃなくて風のなんかパワーが動力炉にハマってきたぞ。今回もね、そのスキルとかで効率とかはいろいろあるんだけども、回数を重ねていればクリアはできるんで、すぐに次の仕事に入ります。動力炉を1個修理しようと。 OKOK。 さあ2つ目のパーツ派遣、一つ目と同様にここまで修復させておきました。修復完了。えっ、あれ、やったぜ。まるでにっこりしてるかのような火の動力炉。わーい、治った。わーい、びっくりです。お、効果が2枚。でもってあと多分3つかな。効率がいいのはやっぱり、どうなんだろう。多分依頼でその何回修復しろみたいなのあるだろうから、そういう時は一つ目のでぐるぐる回るのがいいだろうね。まず大事なのはこれだね。貢献度を500まで貯めなきゃいけないと。今回もね、前の修復イベントと同じように、その貢献度、全親方の貢献度が関わってくるんで、まあ多分あの盾姫はゲットできるだろうけども、やっぱその先のね報酬を目指したいんで、今回はできるだけ頑張りたいかなと。ニパコツアーズの続きもやらなきゃな。あ、そうだ、せっかくだからちょっとニパコツアーズの特別編行こうか。いつでも行けるよ。一人で行っておいで。ニパコ行きます。いろんな意味で行きます。可愛い子が助けなきゃ。使命感、使命感か。今司令官って言ったのかと思ってそれ違うゲームだと思ったら使命感か。おりゃ、痛くないです。うんうん、痛くないね。頑張れ。うん、大丈夫だね。頑張れ。頑張れ頑張れ頑張れ。よしよし、ナイス。ちょっと痛いじゃないですか。やりました。これにてミッションコンプリートです。やっぱね、脱がさなきゃいけないと思ったからな。これが俺の使命感。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。うえー、何が取れるんだい。確かに肩ひも取れてたけど。全然大丈夫。バカ、もう星に帰る。そうだね。悲しすぎる。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃん。